Thank you.
Okay.
songwriter singer Graham Kendrick Meekness and Majesty この曲の中で時々反対言葉、でも全部素晴らしいです。イエス様、神様はこんなに素晴らしいか。で最後の文章は This is your GodBefore we welcome Pastor Mizuno to our church, I'd like to
dismiss all the youth Sunday school and youth groups. So he's going to take care of their youth group today. So those who are, yeah, youth, please go and follow him. Ame-chan, long time to see. Welcome. Thank you so much. Just me, Ame-chan, take care of us. You guys go down. じゃあ、水野先生、大きな拍手をお願いしましょうか。おはようございます。おはようございます。やっと亀にまた帰りましたね。私こんなふうに言うのは、去年カナダから帰った時に、私どもの教会に16名ほどのいろんな子の牧師たちが来たいということで、ね、来ておられた方もあったんですけど、大騒動しておりました。で、着いた途端に次の日曜日ということで、私時差ボケがありまして、居眠り運転しましてね、本当でしたら天使がいなかったら天国に先に行ってたんじゃないかそんな事故を起こしまして、教会の長老たちがもう二度と運転しないでくださいと、もうこれからタクシーを使ってください、大騒動になりました。その時に私は、私がどんなに止めてもあなたは言うこと聞かなかったと言われて、本当に、奥さんがいたのに、天使も協力したのに、とうとうぶつからなければ目が覚めなかったという、大きな失態を起こしてしまいました。ただ人的な損害というのはなかったので恵みでしたけれども、ぶつけた私に対してトラックの運転手が、おめえさんの車で神戸行くだけやと言われて、そのことも気がつきませんでした。そんなことがあって、今日ここに来て初めて知ったんですけれども、このグレースチャーパルチャーチの今年のテーマが、ペトロ第2の手紙の3章の皆さん書いてきましたね、18節ですかね、このキリストを知る知識と恵みにおいて成長する。そしてそのことを聞いて、今日私が恵みに生きるということを語らせていただくのも神様の御旨だろうと信じてお話をさせていただきます。なぜかと申しますと、私は去年の話をしましたけど、実は生きているのが恵みだということを、先ほどもちょっとね、泉さんがピアノ弾きながら祈りながらおっしゃってくださったんだけども、キャンプ場を、クリスチャンのためのキャンプ場を皆さんサニーサイドに借りたんですが、私は自分で日本に帰って作りました。その時に水がないので井戸を掘るって言って、ね、自分で宣教師の協力してもらいまして井戸掘りをしておりましてね、このもちろんプロの人を頼んで職人に作ってもらうこともできたんですけども、力と金はあれども、まだ若かったので、45年50年近く前かな、自分で作ることになってね、そしてね、掘ったら出ると言われたんですけど、なかなか水が出てこないんですよ。5メートル、6メートル、7メートル、8メートルだし、もうやめようかと思って、そしてその時にね、突然ね、水が下から湧き出しちゃったんです。井戸を掘って水が出るべきだと思いながら掘っていて、水が出たらびっくりしてしまってね、びっくりしたのは私たちじゃないんですよ。上にいた協力してくれてる宣教師がびっくりしてね、上からね、その土砂を運ぶ道具全部押してきたんですよ。で、落ちてきた途端にね、壁が両方から落ちてきましたね。私埋まってしまって、下から水がブワーッと上がってくるんですよ。この時私の人生はここで終わるかという、何とも言えないのね、焦りとも怒りとも何か変、これが私の人生だったのかなと思ってね、もう死を覚悟する、もう本当にね、騒いでもどうにもならないということがあって、そしてこの辺だけで水がピタリと止まってしまう。山の下のお役所さんにたくさん迷惑をかけました。去年の話ではありません。そして叱られました。
こんな危ないことを自分ですると、井戸はね、ちゃんと掘ったらこういうふうにしてね、柵を作って、いろんな。わかりました、すいません。まあ、こんな失敗をしながら今日はできました。まあ、今年ここに来る前も、私は最近の方々から、私の勤めのせいでしょうかね、特に宣教師の方からもね、日本で一生過ごされた宣教師の方からも、何かがあったらお願いしますと。で、ちょうどこちらに来ようとする1週間ほど前に、テラサさんという、この本当に日本をお会いして祈っていてくださる姉妹から、姉妹のご主人から、妻がいつ行ってもおかしくないので、最後に先生がカナダ行かれると聞いて、お会いしたいと言ってます。言われて私はそのところに行きました。まあ彼女もまさに自分がそういう時期に近づいていることを知りながら、その眼差しはね、輝いてるんですよ。私目だけを見つめてましてね、テレサさんが会った途端にこんなこと言うんです。ミル先生、間違ってもね、機械につけるようなことは私は夫に言いましたけども、しないでくださいねと言った後にね、心筋梗塞を起こしたり心臓が止まる時にそれを電気圧をかけて流す機械がありますね、そんなものを絶対利用させないでくださいね。何の話かと思ったらそんなわけだってね。そして私は今本当に幸せです。先生、こんな方にお話するのは天国に行って天を見たんですって言うんですよ。まあ私を祈って、まあ、いつどのようになるかに準備をしながらこちらに来ました、まあ、そんなわけでその方だけじゃなくて他の宣教師の方々からもそういうことを頼まれている数人の方々がいる。一生をこのアメリカなりあるいはカナダから来てね、過ごしてくださっている方々がいらっしゃるんです。私にとってそういう方々のおかげで1957年にイエス様と出会い、これも恵みです。そしてイエス様の救いを受けて今日までやってくることができました。そしてその人生を振り返るときに、イエス様でなんて素晴らしいんだろう、今日も泉さんがイエス様に栄光あれって歌い出すときに、ただイエス様はものすごい大きな愛でこんな私を愛しててくださるし、皆さん愛しててくださる、もっと知ってほしい、もっと主の恵みを、詩篇の34篇の8節、ダビデという王様が言いましたね、主の素晴らしさを味わい知ってほしい。もう私はキリストにある意味でとらわれた人生をしていますので、まさにイエス様にある意味で心を向けないで日を過ごすことができないんで、できるだけ散歩に行ったりして人と共に交わる習慣を身につけています。まだイエス様のことを求めている最中だという気持ちがいっぱいですね。でもイエス様と共に生きる人生であったために、まさにイエス様は今日のテーマです。ヨハネの福音書の1章の16節ご覧くださると分かりますけど、英語の中でこの From His fullness of God's grace、 これが正しい現在の、まあ、訳の中でこのグレイスという言葉が実は満ち満ちた豊かさの中と普通に書いてあるんですけども、実は本質的には満ち満ちたキリストの豊かさの恵みの中からというのが現在の一番深い訳だと言われています。その豊かなキリストの恵みの中から、主は恵みに恵みを私たちに注いでいらっしゃるというこの素晴らしいイエス様。私も、まあ、今回の旅に来ましてね、毎年来る理由はいろいろあるんですけども、一つは私の家族がこちらにいるので会いたいということがあります。そして家内などは今回ね、一番長女の家に行った時に、来年は来れるか分からないよとか言ってましたね。でも本当に私たちはどうなるか分からない、うん、ですから行ける時に会いたいなっていう気持ちができました。そして私はこの、まあ、孫がもうそれに大きくなってきましたので、今このアルバートのキャンブロスというところへ住んで大学に来ている孫がいますから、最初に娘たちに会ってその孫のところに行った時にもね、ああ神様の恵みだなと思うことがいっぱいあるんです。私がその
私の、まあ、娘の真ん中の子供ですね、ここで会いたいというレストランがあったので、私多分孫の自分が好きだから頼んだのかよく分かりませんが、まあ、非常にね、まあ、綺麗な雰囲気のいいところでした。でそこに入っていきましたら、私がいつも大抵私は約束があって時間早めに行くように努力してるんですけど、行きましたらまだ私の孫もなんか孫が会ってほしいという人も来てない。で私はそこに入っていきましたら、なんと年配の人が座っていらっしゃいましたね。私は座っていらっしゃる人がいて、大抵おはようございますとか今日いい日ですね、声かけるんですね。声をかけた途端にね、何か非常に通じるものが、あ、この方もクリスチャンかなという雰囲気を感じてきました。そしてすぐにその方が熱心なクリスチャンであって、その近くにある、以前はクリスチャンの大学だったんですが、クリスチャン大学の教授をしていらっしゃる。お父さんはキャムロンスに実は昔から主張していらっしゃる。そういうお方だったんですね。そして奥様もまたその教授。奥様もまたエクアドルという地で宣教師のお嬢さんとして育てられて、スペイン語がペラペラです。私もちょっとだけスペイン語ができる、アスタラピスタじゃないんですけども、すぐにコモエストベンとかなんか喋り出した、分かってるだけのスペイン語ですかね。ペラペラ喋る、ちょっと待ってください、そんなに今できてません。でもね、もう温かい家族のような話ができるんですよ。まずクリスチャンと私は恵みの一つは世界中に家族があるって言うんです。私の娘が大学に行くんだった時、お父さんどこ行こうかって言った時に、あなた方には素晴らしい神の数が世界中にあるからね、どこの大学に入ってもちゃんと祈って教会に行きなさいよって言って励ましました。その通り彼女はそのように大学を選び、大学に入って、そしてみんな大学でクリスチャンの男性であって、今クリスチャンホームを作って、それを持っても一つの恵みだと思いますね。自分でこさえることも何もできない。でも私にできることは、主よ、あなたは恵みの主です。恵みの主っていう意味はね、ふさわしいからしてくださいって言えないんですよ。あの恵みっていう言葉は、ふさわしくないものや価値のないものや値打ちのないものに神様は一方的に良くしてくださる定義があるんですよ、神学校ではね。まあ、その定義はちょっと浅いんですよ。もっと深いのがあるんですね。もうね、捨てられたり意味嫌われているものに対してさえも圧倒的な良い贈り物をしてしまうところから生まれたんですね。ですから私はイエス様は恵みに恵みをもっと答えてくださるので、祈ることが一番必要だと思っています。あのヤコブの手紙の中で、あなた方に良いものが来ないのは求めないからだとか、求めても与えられないのはただ自分の快楽だけに使おうとするから。私たちの天の父なる神様、私たちの主は良い方です。私も自分は親であり、おじいちゃんと呼ばれておりますけれども、そのような自分の子供に対しても良いものを与えたい。聖書では何のマタイの福音書7章、あるいはルカの福音書10章の中で、なおさら天の父は求めるものに良いものを賜らにはずがろうか。How much more he wants to bless us。 ものすごく素晴らしい。私は今回先ほど申し上げました、なぜ子供に会いたいと思うのか。私自分の子供であると同時に祝福を与えたい。今回私はびっくりしましたね。お父さん、今回も僕はちょっとお父さんを接待したいと言った義理の息子が来たんで大笑いしたんですよ。でも今子供も大きくなって、義理の息子が夫としているんですけども、だん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 ね、成長しますとね、恵みによって彼らに成長して本当に与えるっていうことをするなんですよね。私たち父なる神様にどうしてもこの、例えば皆さん悔い改めっていう言葉がありますけど、これもね、神の慈愛と恵みがなければ本物の悔い改めは来ないと書いてるんですよ。悪いと
言いなさいとか悪いでしょうと親が言ってもね、あるいは上司があなたが間違ったらいけないでしょう言ってもそれで本物に悔い改めはなかなか来ないんです。悔い改めというのを神の圧倒的な愛と恵みに触れる時に私たちは実は初めてできると書かれているんですよ。イエス様の恵みに触れる時にね、私たちは実は安心して祈ることができます。それは恵みの父はなおさら良いものを求めてくるものに与えるはずだろうかと書いてあります。今日皆さんがもっともっと主を求めていかれること、先ほど言った泉さんが主を求めていきますよと言いました。私がイエス様との歩みをしてもう何十年になるんでしょうか。でもね、ちょっとだけ困ったことが一つあるんです。イエス様を知ってるかなと思いながらだんだんちっとも分かってないに明けろくんって私は自分によく言います。そして自分自身がイエス様に実は一つだけ言うとものすごいより頼むということが随分強くなってきてる。ですから先ほどケムノスに行くときにも一人で祈ってました。主よ守ってください、言いましたね。去年事故を起こしたのね。もうね、以前はね、私ね、教会の皆さんにももっとミスの牧師が事故を起こして祈ってくださいって言うと当たり前に、それがね、切実な願いとなってね、こう自分が送るし、また自分も本当にもう私なんて実はああいう事故人生初めてなんですよ。ただ警察もね、あれも法律だけで処理すると思ったら恵みの対応してくださるんですね。あなたの記録見たら全くないんです、何もということでね。ですから普通は点がつくんですって。なんか点がつくのにこれいい点じゃないですよ悪いことした犯罪の点がねつかない。でみんな言うんです、先生車ぶつかったら絶対ねこういうふうに呼ばれてこういうふうに全然来ないんです。私が心配してです、いえ担当した警察官からそういうふうに言われていますのでということで処理されましてね。だから私、じゃあこれから横着の運転そんなことしませんよ。あの人から余計私ね、主よ助けて。ますますね、だんだん年を取ってプラスになると、私を助けてとかね、奥さんに助けてとかね、先生に助けてとかね、車も喋れるよそんなおかげでつい教会が車に乗るなって言ったのに車がないと困るんで車買ってくれました。新車で喋る車AI が入ってるんですって。車に乗ると今日は何をいたしましょうか、黙っててくださいって何がついてるか、おまわりさんが前に待っていますとね、ちゃんと喋るんです。えらい車作っちゃうんですね。うちの奥さんが乗ったらこのうるさい車私嫌だ。60キロ今あなたは70キロで走ってますよとかね。線がはみ出ました。プープープーとかね。まあそれはしてます。でもうね。自動的に止まっちゃうそうです。まあそれは私。これ恵みの賜物だと私は思ってるんですよ。で、ありがたいことだなって思っています。皆さんね、イエス様の恵みは朝方の大事。ミロ先生いらっしゃった時にも、私大阪に一緒にミロ先生いてたら、ああこんな器がいてくれて本当に恵みだな。あの時にミノル先生がなかったら私大阪で戦死してました皆さんね、なぜかと言いますとね、4時間ぐらいの集会、時には5時間2回もするんですよ。から1日に1回でいいでしょ、そうですから2回もするんですよ。しかもそれをね、私殺さるかと思ったんです。でその時私、あ神様ミノル先生ハレルヤありがとう、感謝でいっぱいでした。主はまさに反逆したイスラエル、神を忘れたイスラエルに向かって
エレミアという預言者が泣きながらいました。主の恵み、憐れみは足元に新しいから、主をもっともっと求めてほしい。どうぞイエス様がどれだけ素晴らしい方か、もっと知ってほしいな。牧師である私は、多分牧師だからかもわかりませんけれども、とっても主の素晴らしさをたくさんたくさん体験しました。そのキャンプのその時も、私が招いたんですよ。そして私の孫が、これが私のガールフレンドと連れてきて、私はびっくりしましたけれども、あら、この孫にこんなガールフレンドがいるのか。そして喋っているうちに気がついてしまった。その立派なレストランのなんとオーナーさんの、いいですか、オーナーさんの親と喋ってたんです。先ほど喋っていた。そしてオーナーさんが入ってきた。そしてオーナーさんは、うちの孫よく来るし、知らないうちに私たちの支払いが終わってました。私が払うつもりだったのに、かこつけて払いたかったんです。本当にね、これも恵みかな。シンガポール行ったところで、来年の日本全国教育者が集まる大会があって、ローレンス・コンブという牧師、私2万人以上の信徒を抱える大教会の牧師ですね、成功してて、 Love Singapore というムーブメントを起こして、このシンガポールの教会はみんな一つになりましょうよ、私たちは教団教は違ったキリストの一つの体でしょっていうことでね、すごく神様の器として用いられています。私は彼を個人的に知っていたので、シンガポールの孫が兵役に服する、会いたいなと思って、私が言ったので、私はロンスコムに電話しました。行った時あるかな、僕が職人招待するからね、カッコつけたんです。またで、あなたが和食見たねって言ったんですよ。そしたらね、なんか50階か45階ぐらいのホテルに近ってくる。そしてね、食べ放題。私今あまり食べ放題魅力感じないんだけどね、食べる量が決まってます。投稿料があんまり豪華で見えの、何これ、どこかで王様の宮殿に招かれたの、ついでに僕払うからねって言って、値段見てびっくりした。一人200ドルぐらいだ。こんな、そんな時レンジケニアお宮さんって言われた。言わない。でもまあ、この際行ってしまったのでと思って、これまで腹に行ったらも払ってやった。恥ずかしいったらですね。皆さんね、老いの人生は恵みの人生。主に頼り、皆さんに頼り。でもね、恵まれてるんですよ。守られて、イエス様、あなたの御手の中で生かされている。今日司会者のおっしゃった通りです。どうぞ皆さんの人生がますますね、恵みから恵みに、恵みにあって成長してください。ただ私も聖霊様の促しがあるので、本当に神様のこの圧倒的な恵み、ただただ感動します、喜んでいます。キリストはまさに恵みに恵みを増しくやりで皆さんに応答してくださいます。ただ求めて祈ってください。具体的に祈ること、明確にはっきり、こういうことが私の課題ですから、主の素晴らしさを味わってほしいと思います。イエス様がどんな良い方か知ってほしいと思います。まあ、それだけで今日のメッセージをしておりさせていただきたいと思います。お祈りしましょう。主イエス様、私たちはローマ人の手紙の6章の14節には、もはや罪の中を歩きません。なぜ罪の中を歩く必要はないのか。私たちはかって立法のもとにいたのに、今恵みの下に生かされているからだとおっしゃいました。どうぞイエス様、あなたが恵みに恵みを増し加えてくださるので、このグレイスという名前についてこのジャパニーチャーチの皆さん方も主の恵み深さを味わってくださることができますように。聖霊様、助けてください。恵みの御霊をどうぞ悟らせてください。主を知っていると言わしめてください。イエス様の皆によって感謝してお祈りします。アメン。どうもありがとう。
います。先生通して語られた主の恵み、私も、まあ、酔いしれてるというかですね、まあ、今朝の箇所ですね、一緒にせっかくです、皆さんで、まあ、箇所持ちの方だけでいいですので、ちょっと読みしたいと思うんですね。3分ぐらい時間で、ヨハネの福音書の1章の16節です。私たちは皆この方のイエス・キリストのことを指しています。満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのです。アーメン。恵みの上に、父なる神様の役割は与えることですね。子である私たちの役割はそれを受けること。まあ、子供がね、親に何かを、最近もゆうかちゃんもね、そういうことをよくするんですけど、もう嬉しいんですけども、私たちは今年ね、これを受ければいいんです。恵みは受けるものです。本当に神様は与えたくてしょうがないお方です。私たちの教会の名刺にも書いてあります、 Come as you are。 もうありのままで、教会って敷居が高い場所じゃないです。誰でも来ていいんです。ふさわしくない、私も以前はそうでしたけど、者たちが来てイエス様の恵みによって変えられていく。本当に神様はこれを見たいんじゃないかなというところから願っています。今日先生がメッセージの中で求めなさいって多分この年、私たちの教会は、まあ、本当に私たちの事、私事ですが恐縮なんですけどもね、まあ、この牧者のビザのことで皆さんにも同じ重荷を担っていただいてね、今までになく教会が一番真剣に祈ってくださっているということを私たちも感じています。で、まあ、本当に経過として、まあ、来週ね、このワークビザの申請ができるっていうところまで今来れたということもね、神様の恵みじゃないかな。本来8月にも帰らなければいけなかった、ここに私今日立ってなかったんじゃないか。2ヶ月前は本当にそう思ってたんです。本当にね、でもいろんな方が立ったのを手伝いしてくださって、何より主がね、私たちの祈りに応えてくださって、まあ、まだこれ受理されてないですけど、受理されたものと信じてこの向こう8週間共に祈ってくださればなと思います。アメン。最後に祝祷を持ってですね、今日の礼拝としていきたいと思います。立ち上がれる方は立ち上がって、ご一緒に神様の恵みに応答して、この恵みを受け取って、またそれを流し出すものとして、この場所から私たちこの1週間使わされていきたいと思います。お祈りします。父なる神の愛、子なるイエス・キリストのその満ち満ちた恵みが、またイエス様、あなたが助け主として私たちに送ってくださった聖霊様、あなたの親しき交わりが、この朝主の御前にあなたが引き寄せてくださった、名を呼んでその愛の御手を持って、恵みの御手を持ってこの場所に集めてくださった、あなたが愛されるお一人お一人の上に限りない主の恵みが、新しい1週間も豊かに流され、また私たちを通して私たちに関わる全ての者たちに流されていきますように。家庭があなたの恵みにあって祝福され、職場があなたの恵みにあって祝福され、また私たちの健康、経済、全ての領域においてあなたの豊かな恵みが満ち溢れていきますように。主イエスキリストの皆によって一度祝福しようになります。アーメン。素晴らしい。ありがとうございます。では礼拝します。